ショートかせこいね。オリックスはソフトバンクを3対2で下しサヨナラ勝ち。オリックスの紅林が延長11回決勝のヒットを放ちました。去年夏の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアム国立競技場の運営で2020年度はおよそ9億円の赤字だったことが分かりました。維持管理費におよそ10億5000万円がかかった一方、収入はテスト大会の利用料などの1億5000万以上の運営で2020年度はおよそ9億円の赤字だったことが分かりました。